スマートロックとは、条件に応じてロック画面の認証を省略できる機能です。この動画ではいくつかの条件設定方法をご案内します。まずは指定した場所でロック解除をする方法です。現在地や住所指定などで場所を指定します。例えばご自宅を指定すると、帰宅後はロックを解除する必要がありません。それでは設定してみましょう。ホーム画面で基本機能をタップします。設定をタップします。画面を上にスクロールしてロックとセキュリティをタップします。スマートロックをタップします。画面ロック解除を入力します。ここからスマートロックの種類を選択できます。項目を確認し OK をタップします。信頼できる場所をタップします。信頼できる場所を追加をタップします。現在地が自動で検索されます。この場所を選択をタップすると、現在地を登録してその場所で画面ロック解除をするように設定ができます。上部の検索アイコンをタップすると、住所を指定して場所を登録できます。この場所を選択をタップします。 OK をタップします。これで設定完了です。位置情報の条件以外にも、スマートフォンを持って移動しているという条件指定ができる設定や、ご利用のデバイスのそばを条件指定できたり、顔認証や音声認証などの条件指定もありますので、お好きにカスタマイズして便利にご利用ください。